アンドンのようにね、光ってるものありますよね。なんだ俺、何でしょう。ちょっと近くで見てみましょう。めっちゃ楽なのよ、この姿勢。これで楽なの。楽楽。これね、結局この膝押さえてるところがミソなんですよ。棺桶。かっこいい、おしゃれな。うん、雅紀さんこれがいいよ、棺桶だと。おー、合う合う合う。名探偵雅紀さん、これあれじゃないの、当てちゃっていいですか。いいよ。これは自分がその缶ジュースの中身になりたい時にこう入ってこう自分が中身になれるっていう。それ今何なの今。これはもう炭酸。炭酸か。炭酸。炭酸になりたい。だから上開けることによってこうスパーンってこう自分がこう泡になれるっていう。あ、こう開くんだ。なんだろう、これあれじゃない、お母さんのお腹の中にいた頃を思い出す機会。あなるほど、あるかも、はい、安らぎだ、安らぎだ。疲れた時に氷をしていただけるような。こう、はい、その次スネを当ててください、はいはい、バットに。スネを、はい、こう、そうです。その角度決まった段階で、はい、お尻の位置を、あ、動くんだ、調整していただけるんですよ。なるほど、うん、はい、うん、何これ、何でしょうか。はい、ウィーンって行きましたね。だいぶ。で、次にこのアームレストを下げていただきまして、うん、はい、これ、あれでしょ、一人用のカラオケボックス。この状態で歌うんですか。立って寝る仮眠ボックス、ジラフナップと申します。立って寝る、確かにめっちゃ楽なのよ、この姿勢。これで楽なんです。楽楽。立ってますよね。うん、なんか座ってるとも違う楽さ。仮眠です。仮眠か。これあの実は今回ミステリーツアーのために特別に用意していただきました、うん、はい、こんぐらいがいいから。あ、自分でちょうどいい高さに調節して、はいはい、15分から20分ぐらいの仮眠時間が最適と言われています。立って寝ると睡眠が深くなりすぎないので髪にちょうどいいです、ね、そうです。重力と垂直なことによって、ちょっと本格的に髪に入った人が。ちょっと僕ね、深夜の飲食店でアルバイトしてる時に、はいはい、まあ、深夜だったもんで、はい、立ったままこう寝ちゃって、はい、先輩によく怒られるんですけども。だから結構雅紀さんに向いてるかもしれません、ね、いや、そうですね、元々やってらっしゃったってことなんで。そうですね、僕はパイオニアとして、あ、立ち寝やってました。立ち寝のパイオニア。でまたその高さはこちらで調整していただく感じなんですけども。でもこれでなんかいい感じ。でもこれで地球にやってきたみたいな。あ、いいですね、これ宇宙船。これで来た感じあるね。あ、うわうわ、うん、あ、帰ってきましたかね、宇宙から。むにゃむにゃ、もう食べれない。立ってるって感覚ないんで。そうなんですよね。めっちゃ熟睡できちゃうかもしれない。いやいや、できそう、うん、この体勢がやっぱないですね、うんうん、これね、結局、うん、この膝押さえてるところがまずミソなんですよ。よくこう電車乗ってて、うん、眠って膝がカクンとなるじゃないですか、はいはい、これがここなんですよね、うん、でここ安定してるから、うん、中の作りもちょっと変わってるんですね。これですね、実はあのガス交換膜の特許があって、それ中がクリーンルームになるっていう。クリーンルーム、はい、いい空気にしてくれるんですか。中の二酸化炭素を出して外の酸素を入れていくっていうような。実はじゃあちょっと一回きれいにしよう、はい、いい空気で浄化してもらいましょう。きれいにしてもらおうかな。きれいになって出てくるかもしれない、ね、かもしれない、うん、そろそろきれいになったかな。きれいになったかな、うん、どうだ。、うん、まだちょっと汚い。お、うん、どうどうどう、ちょっとまだ臭みが取れてる。、うん、もう浄化されてますよね、うん、綺麗になった雅紀さん。あー、バカになっちゃった。浄化されすぎて。ミステリーミステリーミステリー。仲良しコンビ錦鯉とインディアンスが、やべえ今日うるせえな、旭川で大はしゃぎ。8月2日水曜夜7時。